部屋の方で撮っていく企画ということでスタートしたんですが、 SIM のドライバーですね、はい、シープインモーション、あ、SIM の略ですか、はい、動きのある形状、いたしました。はい。水曜日のまだ決まってない。コーナー名まだ決まってません。すいません。コーナー名まだ決まってないので、カッコ仮で。はい。ボーイフレンドカッコ仮で、はい、お願いします。すいません。懐かしい。まだ決まってません。今回ですね、まあいつもね、僕の部屋の方で撮っていく企画ということでスタートしたんですが、すいません、急遽。今日はですね、もともとジャック・ニクラウスゴルフセンター、今はゴーディアガーデン東京ベイ、東京ベイですね、はい、おしゃれ、もう室内でしか撮らないから、ゴルフのことであんまりその打ち方のこととか、そのショットのこととかの質問をしてこないでって言ったのに、一発目外です、ごめんなさい、二発目外です、はい、これどうしても出したかった、うん、なぜか発売日までになんとかみんなにお伝えしたかった、うん、はい、SIM のドライバーですね、はい、まあ、後ほど出しますけど、うん、どうしてもこれを最初に出したかった、やっぱりその、まあ、せっかくだからこう選び方がわからないとかさいう人のために、まあ、じゃあちょっと選び方をちょっと俺が実際打ちながら、今日来たから、今日届いたから、今日届いた海外のサイトで買ったから、うん、今日届いたから、まあ、ちょっとどんなもんかね、あ、はい、やっていきたいなと思います。今週のね、水曜日の裏の部屋といいますか、まあ、裏のサブグリーンといいますか、水曜どうでしょうかとかね、なんかいろいろありますけども、コーナー名まだ決まっておりません。まだまだね、コーナー名の方まだまだ募集しております。どんどん迷子になってきてます、はい、もっとください、もっと意見ください、はい、で今週の水曜日の動画は、ちょっとクラブのレビューの方やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速打っていきましょうか。はいよ、はい、ベベベンベベーン、 SIM SIM SE、 違う、危ねえ危ねえ、違う、何で違う、すごい反応でちゃった、今ちょっと SEL でセルって言おうと思って、はい、でサックステラメントのシム、うん、まあ僕前回の M5M6、うん、正直めちゃくちゃ期待していたのに、えっていう、ちょっとえっていう内容をやったんですよ、僕の中では、うん、で、まあ、M5 ツアーを出せてもらった時に、はいはい、このサイズ感、うん、このサイズ感、これはもうちょっとヘッド振りやすいんちゃうかと、でもドハマりしまして、まあ、ちょうどもう丸10年使い続けたヘッドが、まあ、寿命を迎えてしまい、はい、あれ割れちゃったんだ、すごい変な音になりました、割れてるであろうという、ファシェーン、ファシェーン、ファシェーン、バキョンバキョン、ずっと変な音になって、もう終わりやなと。ドライバーが割れまして、新しく M5 ツアーに変わりました。変わりました、途端に出ました。シムマックス。シムマックス。あ、これシムマックス。マックスじゃない、これシムの方。これはシムですよね。シムの方。2種類あるんですね。2種類ある。シムとシムマックスって両方あるんですけど、まあ、ディープが、ベイマックス。ベイマックスと違う。違う。そう、白い。白いレブのやつやろ。違う。ドライバーです。分からへん。一回チラッと見ただけやから。あってます、あってます。触ってる。今の。で、CMAX 何やったかな。ちょっと待って。シープインモーション。あ、シムの略ですか。はい。動きのある形状。やって。なるほど。ほんまかどうか知らんけど。で、まあ、M5 の後継がシム。で、M6 の後継が、まあ、シムマックスなんですけど、まあ、うちの YouTube よく見てくれてる人からすると、もうシム一択です。もうそんなもん断然ディープ顔ですもんね。もうディープ一択です、ディープ一択で、なんかいろいろあるじゃないですか、正直いろいろ、まあシムの次第やってくださいとか、どこ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 のゴルフショップですとか、どこどこのグループなんですけど、シムのレビュー撮ってください、シャフト何入ってるんですか、バランス何入ってるんですか、どんなんですか、合わせてくれへんわけよ、うん、もうそもそももう備え付けのものを売って、シムは前回に比べてすごい弾きが上がってますねみたいな、
わざとらしいレビューしたくないから今すごいそれっぽかったっすよ、僕ら見た時もうとんでもない反発力、前作は何だったんでしょうかみたいなやつ撮りたくないから、自分で買いました。はい、自分で海外のフェアウェイゴルフで買いました。フェアウェイゴルフ届くと、シャフトもだってもうバチバチの入れてますもんね。バチバチの何を入れたんですか。ここがね、天性ですね。天性の60の TX。 あ、TX もある。 TX、 そう、X の上ちょっと見えづらいですけど、そう、はい、これ実はですね、まあ、実は私ですね、ドライバー、はい、だけでなくめっちゃ買ってますね、まさかの。あとで、まあ、また後で説明しますけど、スプーン、うん、はい、スプーンね、スプーン、これはシムさんですか。これシムです、うん、これシムです。あ、これシムさんです。シムさんですね、かっこいい。で、5番ウッドがこれシムマックスの方ですね。ペイマックスさん、これペイマックスさんの方ですね、はい、5番ウッドは相手のマックスさん。マックスです、はい、なるほど。これ後で理由また言います。あ、いいですね。レコードさんもこうたんですけど、シャフトを選ぶときに、まあ、あの在庫なかったんでしょうね、うん、在庫が S、その上何、X、そうやろ、 S の上選択できるのがなぜか TX やったで、俺ドライバーは固めのやついてるけど、フェアウェイとそんな硬いの見れへん、うん、選択肢が S か SX やったらもう SX しかないやん。 TX、 あ、 TX、 TX、 TX しかないやん、もうしゃあないなということで全部 TX です。嘘でしょ。全部 TX、 全部 TX、 もうこれも、5番ウッドも、3番ウッドも70の TX です。やば、重さはやっぱりフェアウェイウッドの方が重たいですよ、ね、僕はあのドライバーよりフェアウェイウッドの方が 10g 重くして、うん、逆に言うとユーティリティだともう一個短くなるんで 80g ですね、うん、だから60、70、80とかにいつも重さを、うん、違う違う、50、80ですなんでガンケンなんでボケ散らかすのいいんだけど片付けんの俺やねん。確かに、もうちょっと上手に散らけてくれる無茶ぶりやから。だから短いクラブに向かって重たくしていくっていうのが先生の作り方。そうそう、僕とか、まあ一般的にそうですよ、うん、まあまあ、本来ね、うん、ドライバーと同じクラブ数入れてる人とか、え、うん、なる相手サイレントやけど、うん、なるから、そうあ、ここら今バトンボタン押したでしょ、やめてください、ごめんなさいこの辺にグッドボタンあるから、こっちのやつ、この1個横のやつを押したら口の中から死んだ魚の匂いがするのでかかるようになって、気をつけてで、まあそれはで、それはええねん。で、まあ、今回の趣味も私、購入したロフトが、はい、まあ、見えますかね、8度ですね。あ、8度。8度あるんだ。これ何度まであるんですか。これはね、ちょっと覚えてません。確か 10.5 度まであったと思います。あ、0.5 表ずつであるんですか。確か。8、9、10かな、わかんない。まあ、大体そのネットで調べてください確かに、はい、私は一番立ってんのを買いました。とりあえず、はい、男から立ってる方がいいやろうと。確かに大きさより立ちが大事って言いますもんね。で、それをもうすでに、はい、私はもう8度に期待をしておりません。おお、どこに期待を。おお、8度をさらに2度立ててます。ってことは6度6度です。やば、なるほど、壁じゃん、はい、いや、じゃないと吹き上がるんです。とりあえずやってみました。まあ、なるほど、はい、で、どうせ捕まるやろうと DX やけど、もうあのフェードの方に上側に持って行ってます。ああ、また前作同様にちゃんと重りがあるわけですね。そうです、あります。で、こっち側にやるとフェードが捕まる、捕まらない、こっちにやると捕まりやすい。まあ、それもどんぐらいどう変わるのか含めてちょっとやってみようかな、うん、はい。まあ、もういいよって。いいよ、早速お願いします、はい。堀ちゃんがバキョンバキョンって言ってくる。もうそれめんどくさいからやめてくれって絶対言う。今多分ビシッと。よりゴルフが好きになりました。ドライバーも220-30が吹き流しあるじゃないですか、うん、その手前だったんですよ、うん、今まで、うん、それが、260とか吹き流しを超えたんで、うん、これ持ってくる？
はね、あのほんまにあの日本のゴルフ界っていうのに変えたいってほんまに思ってるんですよ。もう中途半端なことやっててもしょうがないんで。あら。あら。